小隊長、我々は帰れるんでしょうか。帰れるかどうかは分からん。でも我々は必ず帰る。小隊長、私には時間がありません。吉本、お前お袋のことより自分のことを心配したらどうだ。しまんな。だってそうだろ、いずれ食料も武器も燃料もなくなる。そしてここは生きるか死ぬかの戦国時代だ。我々は帰れるその日まで何とかして生き残る。そのために俺はお前たちを守る。守る？どうやってだ。お題目だけで守れると思うか。いつ弓矢とか槍が飛んでくるか分からねえんだぞ。だからこそ戦に行くわ。お前相変わらずだな。他にどんな方法がある。天下を取れたでも言うのか。もうこの時代で生き抜く覚悟を決めろと言ってるんだ。そのために何をするか、それを考えろ。小隊長、食料は残り1週間、燃料弾薬は演習するだけの分しかありません。分かった、食料調達させろ。はい。クルドの分けてもらえないかな。クルド、交換。どうぞ。どう？うまい。
いえ。あげるよ。お嬢ちゃん、名前は？リンじゃ。おリンか。俺は伊庭教師だ。伊庭？こんなとこで一人で遊んでいたのか。父上を待ってた。父上？仕事にでも行ってんのか。戦だ。戦か。父上の敵は味方か。そのどちらでもない。あった。食うか。うまい。怪しいものではありません。おりんと遊んでいたのです。伊庭、これは何というお菓子じゃ。チョコレートだ。
様。今様、汚いところじゃがお入りくださる。じゃでも差し上げましょう。お子さんですか？いいえ、おりんはこの家に残されたたった一人の子なんです。たった一人の？ええ、父も叔父も朝鮮で戦死しました。朝鮮出兵か。母も病気で亡くなってしまって、この家おりんがたった一人残されてしまったんです。そうだったんですか。林の中で父上を待っていると言っていたのですが。父上を？ええ。おりんがそんなことを？ねえ、イバ様、遊ぼう。よし、じゃあ遊ぶか。これか。これはデジカメって言うんだ。カメ？そこに座って。いくよ。うい。ほら。はあ、おりんだ。おしなさん。あら。貸して貸して。ねえ、イバ様。父上と母上もここにいないの？今、秋吉殿か。古狸じゃ。徳川家康もじゃ。私は魚にも嫌われておる。一向に食いつかん。なぜここに？世はあちこちに何人もいる。苦しゅうない、ちこよれ。兵の世が気づけるとな。戦のない世じゃ。申し訳ありませんが。うん。
我々はいずれにも課税いたしません。イエス様にも三成様にも。なんなん。伊庭殿、今の言葉上様にはお聞こえにならなかったそうです。もう一度ゆっくりとお答えいただけますかな。伊庭殿、いかが申されるよ。何度問われようが答えは同じです。我々は決してどちらの味方もしません。忘れん、場所を変える。伊庭殿、決してなどと言わん方がいい。すぐ嘘つきになる。なんだ。その方何者じゃ。陸上自衛隊、伊庭教師、二刀陸尉。自衛隊、聞かぬ名じゃ。いずれの家臣ぞ。西か東か、ナイフ家康か、石田事務所家三成か、いずれにつくものか聞いておるのじゃ。そのいずれにもついておらん。名前は。筑前城主小早川秀明。小早川。いばあ、この乗り物は何と申す。オートバイだ。オートバイ。オートバイ。ほう。いばあ、乗せてくれるか。頼む。怪我しても知らんぞ。よう侮るな。どうだ今。どうだどうだ。大丈夫か。今そっちの陣地に案内せ。行くぞ今。
全国空を飛んでいた空飛ぶ鳥か。そうだ。今これは何と申すものじゃ。戦車だ。戦車。今これは何じゃ。降りろ。待て。その方を世に命令する気か。世はな、世が世ならば太閤殿下の後を継いで天下を治めてるはずだった男だ。歯向かうと容赦せんぞ。やれるもんならやってごらんなさい。おお。お主生意気なやつじゃな。あなたこそ無礼だよ。名を何と申す。それ以上近寄ったら撃つ。気の強い女子じゃな。世のそばめにしてやる。小早川殿にはその女扱えな。いば。お主の言う通りのようじゃ。伊庭秋吉、いずれ東西に分かれて戦場で相まみえるか、あるいは西軍同士共に豊臣家をお守りすることになるか、楽しみにしておる。その方たちどこから参った。時の彼方だ。時の彼方。400年の未来からだ。未来、先の世ということか。そうだ。妙なことを言う御仁よの。自分でもそう思う。オートバイのレジャー。今また会おうぞ。さらばじゃ。小早川秀明。あいつ有名人なのかな。そない言うたら世が世なら俺は太閤殿下や言うてたな。小早川秀明は豊臣秀吉の養子だったことがあるんだよ。豊臣秀吉の。すごいじゃないですか。この時代では高大院と名乗ってるが、秀吉の正室のねねに子供ができなかったんで秀明を養子に取った。しかし秀吉の側室だった淀君が秀頼を産んで、秀明は今度は小早川家の養子になったんだ。小早川秀明といえば関ヶ原の戦いで勝敗の鍵を握ってた男だよな。勝敗の鍵。関ヶ原で活躍したってことですか。小早川は西軍だ。関ヶ原で勝つのは東軍の家康だ。ってことはどういうことですか。
当時といってもまあ今この時代のことだが、秀吉の死後徳川家康と石田三成がその覇権を争って対立した。そして全国の武将たちが西と東に分かれたんだ。西側が約8万の兵、東側が約7万の兵で真っ二つに分かれた。まさに天下分け目の戦いだな。その中で小早川はかつて義理の父であった秀吉に恩があり、西軍にいるんだが、実は家康にも恩があってどちらにつくか分からないと言われていたんだ。しかも小早川の持つ1万7000の兵は精鋭部隊と呼ばれていて、彼が西の三成側につくか東の家康側につくかで天下分け目の勝負が決まると考えられていたんだ。そんなに偉いやつには見えんかったけどな。今もきっと水面下では小早川の取り合いが行われてるはずだ。殿のお帰りじゃ。殿のお帰り、おおおお、殿、戦の前の大事なお柄だ。お一人であちこちふらふらとお出にならぬよう申し上げたはず。戦など知らんわ。殿、頼勝、お前が行くなという限り何度でもふらふらしてやるわ。天の邪悪が。ならば好きなところへお行きなされ。ならば行かぬわ。殿、お忍びの客人でござる。誰？淀殿がどうしても内密に秀明殿にお会いして申し上げたいことがあると申されました。三成殿にお願いいたしておりました。内府家康を成敗した暁にはぜひ秀明殿に関白の職をと。関白？秀よりもそう望んでおられます。武士たる者、太閤殿下への義を思えばどちらにつくかは明白、間違いありませんな。三成殿は、しばし座を外してはいただけませぬか。秀明殿、家康が勝てばねね殿が家康に何をねだるかお分かりであろう。秀より私ともども必ずや亡き者とせんとするはず。故障です、秀明殿。家康とねね殿を成敗してくだされ。その暁には秀明殿が望みまするもの。何なりと差し上げまする。